実況、今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はプレイステーション4版 BO3 の方でこちらレイブンアイを使って追いはぎプレイやっていきたいと思います。前回ね、RK5 ですね、3点バーストのハンドガンのデュアルでやったんですけど、まあ、今回はね、こちらのナイファーのカスタムで完璧にやっていきたいと思います。さて、敵からは、左側からは来ない感じだったら、まあ、裏取っていきましょうか。待って、そういうのはなしなんですよ。銃いただいていきます。KN44。リフレックスにグリップクイック。まあ、悪くはないのではないでしょうか。さて、敵さんはどう来る？さあ、ここに敵がいるぞ。ここに私いますけど、来ないので、ちょっと僕から行きましょうか。はい、どうもこんにちは、どうもこんにちは。リーパーマンいいね。待って、死にたくないからね、ウィービル拾っていくよ。リーパーいいんじゃない？これいいんじゃない？いい感じだと思いますよ。さあ、何が来る？ライトニングストライク。まあ、いいんじゃないでしょうか。僕使うの下手だけど、どうもこんにちは。ウィービル。あー、このまたウィービルさて、敵さんの UAV が出たところで、どうも、どうも。さて、レイザーバックを拾っていく。そしてまた敵が来る。この人は RK5。ちょっと待って、武器拾ってるけど、リッパー頼みか。ウィービル、またウィービル戻ったじゃん、最初にクーダはね、危なかったな、今アナヤレータに狙われてたまあ、クーダはね、最強いらないのね。さてと、拾っていきましょう、ローカス。待って、強化セントリーはいらない、強化セントリーいらないよしてた。どうだはい、どうもこんにちは。あなたがラジコンカーの方ですかね。あなたのお命頂戴大したところ、逃げるなー。さて、ウィービルをゲット。殴るんじゃない。待って、危な銃で撃たれてたら危なかった一発でも弾当ててたら、待って、話してたらなんか拾っちゃったけど、マーシャルデュアルだな、これ。いいのか、これ使って。いいのかな、これ使って。ちょっと、使いたい気もするけどね。どうしようかな。待って、撤退です。撤退して、どうも、こんにちは。あなたの命を頂戴いたします。さてと、あ、ローカスとファストマグ。ローカスには慣れてません。ローカスに慣れてないっていうか、スナイパーライフル全体的に苦手なんですけどな。まだいける。84対84。戦況は拮抗しております。合ってるかな合ってるか、日本語いい感じ、いい感じ。これは頑張れば勝てるパターンですよ。いきますよ。右側のガーデン壊しておこうかな。まさかの一発で壊れるパターンですかおっと、右側に敵との反応がある。接近して殺す。お、いいね。どうもこんにちは。おやすみなさいいい試合あるめっちゃ GG じゃん。やばいじゃん。やばすぎるくらい GG じゃん。おい、いいね。いただきます。あなたはプレスティーは逃げる。逃げるよ。弾幕して逃げるよ。さらば。味方さんが倒してくれたっぽいな。いいや。あ、いや、待って、いるじゃん。まだいたじゃん。どうも、こんにちは。おっと、下ですな。行くぞ。神アイム見せてくれ。待って、嘘。落ち着け。マジでさなんでこんな頑張ったな、僕追いはぎ縛り頑張ったな3620って、まあ結構いってるな、ポイントあー、これ勝ちたかったなー。っていうか、追いはぎ縛り合ってるのが僕のプレイ法にこれから全部追いはぎ縛りでやってみるか。いや、それつらいなはい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、あきです。本日ご紹介する実況者さんはガエルド・ハルさんです。今回2回目の登場のハルさん、私たちはハルさんと呼んで親しみのある実況者さんでございます。生放送を中心に活躍されております。とってもビビりなくせにホラーゲームとかをやられているハルさん、要チェックです。詳細はエンディングで。ご視聴ありがとうございました。あきです。チャンネル登録はこちら、最新の動画はこちら、おすすめ再生リストはこちら、そして私たち一押し YouTuber さんの動画はこちらをご覧ください。コメント、チャンネル登録、高評価、リクエストお待ちしております。